南部三尾お南部三尾おから1931年7月3日は日本の内務官僚、政治家、家族、幹線群馬県知事、貴族院男爵議員、宮中顧問官。旧名、カラスマ地下の2、山城国境とカラスマ通中立売出身。公家、カラスマ三つのの三男として生まれ、男爵、南部亀男の養子となり、 1893年5月23日に、南部に、改正の届け出を行った。1892年7月、帝国大学法科大学法律学科を卒業。同年12月、内務省に入省し内務省司法、土木局勤務となる。1893年11月、香川県参事官に就任。以後、第4海外国官業博覧会事務委員。 県内務省、第2課長、内務所機関、土木局勤務、土木局長事務取扱い、同局地水課長などを歴任し、1903年1月、内務省土木局長に就任。1904年6月、休職となり、1906年6月、休職満期で退官した。1907年11月、群馬県知事に登用された。 瀬田農林学校の設立など、教育の振興などに尽力。1908年8月24日、知事を給職となる。1910年8月、区内省御用係、提出林や管理局勤務となる。以後、同局主事、同局長官事務取扱い、同局長官、大礼資産予官、梨本宮急務監督、区内参事官。 同省大臣官房調査課長事務取扱いなどを、歴任。1923年4月、宮中顧問官に就任。同年8月、養父が死去し、同年10月20日、男爵を就職。1925年5月、貴族院男爵議員に選出され、厚生会に所属し死去するまで在任した。ありがとうございます。